でますね。それでは松田さん挨拶からいきましょうか。せーの、こんばんは、ジョイスポアフタートークです。今日もニュースタッチのジョイスポ終わりに配信しています。皆さんおそろじゃないですか、今日衣装。確かに今日ピンクピンクですね。誰が林家だ、ペーパーさん。すごい、だから映えますね、ピンク。ピンク可愛いですね。いいですね、はい、ちょっと今日はピンクお二人、ピンク二人でお送りしていきます。ピンクお二人でお送りしていきます。今日ね、もう70人くらいの皆さんがスタート前から待機してくださっていて、ありがとうございます。中川小栗さん、すごいたくさんコメントくださっています。何でしょうか。スパチャもありがとうございます。この前、歩いていたらムサさんが走ってこられて、一瞬お会いできてよかったです。確かに、すれ違った。あ、ムサさん分かってるですね。分かってる。沖田さん、悪天候の中取材お疲れ様でした。ありがとうございます。取材班が出てくるタイミングで土砂降りになって大変でしたね。毎週ある9月のホーム戦は一つでも多く晴れますようにということです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして中川大輔さんも無事療養から戻ってこられたそうで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。体力落ちてないですかね。そうですよね、なかなか心配ですよね。それからまたアルビの試合見て、これまでの、ね、こう元気を取り戻してもらえたらと思います。お願いします。スチーマリナーズさん、野沢さん、沖原さん、こんにちは。こんにちは。ゴール裏から全力で手を振りました。気づいていただきありがとうございました。あれがスチーマリナーズさんだったんです ね。手を振り返しました。そして意外に見えるもんですからね、結構あの、ピッチ側から見えますよね。スタンドの人たちってね、一人ずつよく見える、あれこう選手の皆さんからすると、戦ってる時とか、あとこう入ってきた時に、やっぱ自分のゲーフラ持ってるとこう見るもんですか。いや、見ないですね。なんでそういうこと言うんですか。試合中は見ないでしょ。試合中は見ない、入ってきた時とか。そんな集中してるんだから。試合中外で見てるのこれぐらい。あ、見てるんですか。あの攻撃して今の時に、はい、おお。いやいや、普通試合に集中してますから。野沢さんのゲーフラめちゃくちゃありましたもんね。ゲーフラいっぱいありましたからね、すごい。トモさん、トモ0330さん、こんばんは。熊本に勝って天皇杯の借りを返したぞということです。よかったですね、なんとかね。熊本戦結構こう熊本もいいチームで上位に上がってきている中で、野沢さんはこう熊本戦どういう風に見てましたか。いや、もうここまで来るとやっぱり結果が大事になってくるので、欲を言えばもちろんこういろいろあるとは思いますけれども、ちょっと成功できたっていうところと、まあ守り切ったというわけではなく、ちゃんと攻める姿勢を持った中で0対2に抑えられたと、トーマス・デンちゃんが中心にね、そこは良かったですね。デン選手の安定感と、なんかこうボール持ってる時のおっていうのがすごい、なんていうんだろう、ワクワクしません。ボール持ってる時のボール持ってる時のなんかこう、お、次はこうどうするんだっていう切り返しもすごいですし、体幹もすごい強い感じがするんですけど、どうですか、デン選手。いや、いいプレイヤーですよ、本当にきめ細かいという言葉が似合う素晴らしい選手だと思います。きめ細かい、きめ細かい、きめ細かいってあんまりサッカーで使わない気がするんですけど、どういうタイプですか。きめ細かい使わないですか。きめ細かい、しなやかな感じってことですか。まあ、ポジション修正とかね。あ、そっち、まあ、そっちではないというか、ちゃんとしたこういろいろ、いろんなポジションシュート、きめ細かいこうケアがされている守備ですね。そしてそのデン選手の相棒には8試合ぶりの先発となりました千葉選手が戻ってきて、千葉選手、はい、よかったですよね、久しぶりに戻ってきて、だから千葉もカバーリングも非常にできるんで、まあ、お互いが
お互いを見ていいポジショニングを取り合ってたし、うん、どっち側がチャレンジした時にカバーのポジションも取れてたし、うん、ここに来てまた安定感が増しましたね、うん、こうあのやっぱりセンターバックも相当体力消耗すると思うんですけど、うん、やっぱり田上選手だったり早川選手だったりこういろんな選手でターンオーバーできるのって非常に大きいですか？大きいですね、うん、まあ、これからまたさらに9月1回連戦もあるし、はい、そうですね、もう総力戦ですよ。本当にそうですよね、うん、ちょっとあと10試合とあと10試合となんかシーズンも本当に終わりに近づいてきて、はい、今ちょっとこういう順位表こういう風になってるんですけど、アルビレックス今2位です、はい、1位横浜 FC 勝ち点差は1、はい、3位ベガルタ仙台がちょっとこの前の試合であの勝ち点を積み上げなかったことでちょっと点差は7点ということになりましたが、野澤さん今のこの順位表ってどういう風に選手の皆さんだったら見てるんですか？まあ、別に意識はしないですよ、そんな意識しない、うん、こうねちょっと張り詰めてるのか逆にこうワクワクするのかって。いやワクワクはしてると思いますよ。ワクワクしてる、うん、あと10試合っていうのがなんか絶妙にちょっとこうどうなるかわからないっていうこの難しい感じしません？10試合ってどうですか？いやまだ全然、まだ全然ひっくり返ることはあると思うんで、うん、1試合1試合やるだけだと思います。それこそこうちょっとこういうデータ持ってきて見たんですけど、去年昇格した2チーム、うん、この第32節終了時点で1位はジュビロ磐田、2位京都サンガ FC、 こういう感じの勝ち点になっていて、そのまま勝ち点を積み重ね結局2チーム昇格したっていうデータが出てますけど、やっぱりここからも勝ち点を積み上げなければいけないじゃないですか。ここから勝ち点91までいったってすごいですよね。すごいですよね。なんてことですか？69プラス22です。 22? はい、京都のプラス17と 10試合で10試合の次うちの22、はい、結構もうやっぱり勝たなきゃいけないですよね。7勝、まあ、単純に言って7勝はしてるってことですよね。まあ相手もあることなので、はい、単純にその まあ、この数いけばいいっていうわけではないとも言えるし、はい、まあ、逆に残り8勝してしまえば決まるっていうね、うん、もう自力でっていうこともまあ言えると思うので、まあ状況としてはもちろん仙台よりは優位な立場にはいると思いますけど、まあ、とにかくここのあと 2,3 試合ぐらいが結構重要ですかね。でも この段階になってくるとやっぱり降格圏内にいるチームも相当ここを出したいと思うわけじゃないですか。相当、ね、群馬だったり岩手だったりとか琉球もありますからこの後。そうですね、まあ、必死ですよね、うん、次岩手でしょ。そうです。で10月には琉球もあるし、はい、まあ、ここら辺は勝ち点1でもとにかく積み重ねたいっていうところで、うん、また難しい試合にはなりますよね。上だけじゃなくこう下も見ていかないといけないっていうところですよね。まあ、下を見るというか、まあ、下回も相当力を入れてくるぞっていうところでちょっといろいろコメント拾っていきたいと思いますが、声聞こえない？声聞こえますか？大丈夫ですか？ちょっとノイズが、ノイズがね、何のノイズだ。ちょっと待ってくださいって言ってもらっていい？すいません、もう少しお待ちください。音声大丈夫かな？多分さっきより良くなったと思うんですけど、どうですか？さっきよりは、あ、音質良くなりました。すっきりしました。よかった。ありがとうございます。よかった、よかった。と無限さん来たって。
麦江さん2ついただきました。麦江さん2つ早速復活してから、ありがとうございます。無限美女から沖谷さんのファンさん、ありがとうございます。パチャ。このアイコン浴衣着てんの。陸上もされていた沖谷さん、土曜日の MVP は誰になりますか。誰だろう。陸上されていたんですか。言いませんでしたっけ。言いませんでしたっけ。あまり言ってないでしたっけ。棒高跳び。いや、110m ハードルです。110m ハードル。なんで笑うんですか。はい、嘘でしょ。本当ですよ。知ってました。 4×100 とか走ってましたよ。 110m ハードルって言ったら本当単純に超えられるの、はい、ハードル。どういう、くぐる競技じゃないよね。え？ハードルって。いや超えますよ。110m のハードルじゃなくて。ハードルより110m 走ですよ。え？え？110m のハードルを飛ぶんではなくて、110m の距離をハードル飛びながら走る。当たり前だろ。110m のハ、110m のハ、逆にハードルって超えられます。でもハードルの高さいくつよ逆に。割とそれぐらいあるんじゃない。この辺ぐらいまである。110あるよ。あるか。知ってる人います？110ハードルの高さ。あれ結構高いよね。ハードルは高ければ高いほどいいですよね。でもグッといけるので。ということで、MVP 難しいですよね。まあ点決めた小見選手はもちろんですけど、復帰した谷口選手も復帰戦であれだけ走って前からプレスもかけてましたし、頑張ってましたね、うん、でもなんかちょっと力入ってた感じしましたけど。あ、力入ってました、うん、どういうところが。気合が 入って。おう、 110m のハードルの厚さ、そうだ、 110m のハードルってさ、 110m のハードルってそもそも 110m だからすごい。 110cm じゃないもんね。そう、 110m って長さ。そうだ、長さ、距離ね、距離ね。私の陸上の話は良いんですけども、あ、もう一回、もう一個来てた。勝ち点が並んでいたとしても、はい、この得失点差はかなりでかいですよね。ある意味得失点差は27なんですよ今。まあ、ここはかなり有利ですよね、うん、本当に。後々めちゃくちゃ響いてくると思うんで、はい、これはやっぱり序盤の3-0、3-0とか聞いたのもあったし、はい、うん、失点も、ね、少ない、はい、取られても1点でもいいから取って試合を終わらせるっていうところもあったと思うから、うん、ここは有利だと言いますね、かなり。ちなみに、はい、こうムイガさんからコメント来てるんですけど、はい、得失点差を考えると、うん、まあ、仙台戦も直接、仙台直接対決もあるし、うん、いやでも確定まだ分かんないですよね、本当最後の最後まで分かりませんよ、うん、シチューマリナーズさんから、野沢さん、はい、残り10試合最大の山場は何戦だと思われますか。何戦ですかね、残り。これだけ残ってます。結構ホームが多いのはアルビにとっては、いや、まあ状況によるんでね、やっぱりこれだけあります。残り、ここですかね。ここまでいかない、この後ですか。わかりません。わかりません。でもそれこそ私怖いなと思ったのが、はい、大分も前節割と好調、3得点ぐらい入れてましたし、うん、それこそ水戸もちょっといろいろ監督の劇がきっと飛んでて、秋葉のここね、水戸かなりこう秋葉のインタビュー大爆笑するんだけども、あんなの見せられたら。いやでもそうですよね、やっぱ秋さん怒ってるわ、戦う気持ちというか、勝つ気持ちっていうのは大事。でも多分めちゃくちゃあの人はあれでいて頭の中冷静だからね。ああ、そうなんですか。結構もう感情的でしたけど、多分あんまり
感情的には怒ってないあれは。へえ、あ、じゃあもう本当に怒ってるっていう感じ、その時の感情じゃないってこと？本当に怒ってるって。相当選手からしたら、お、怖いって思うと思うんですけど。まあ多分あれを選手としては見ると思うんだよね。はい、うんうんうん。ダゾーンの監督の、はい、なんていうの？インタビューとかも。そうですよね。はい。それは選手に対してのメッセージだったり、サポーターに対してのメッセージっていうのもある。うん、そうですよね。サポーターも見に来てくれてて。だけどめちゃくちゃ冷静ですから、あの人は絶対本気で怒ってはいないです。あ、ちょっと。オキヤさんがインタビューバーだったらどうしますかって。オキヤさんがあの時インタビューだったらどうする？でもどうしようもないですよね。あそこまで。謝る人まず。はい。あ、すいませんって。でも萎縮してるのもダメなので、そこまでこうなった原因というか、どういうところがダメだったでしょうかって聞くかもしれないですけど、ね、ちょっとビビってしまうかもしれないです。言い訳したらいくらでもありますよ。ね、でも。でもちゃんとこう言葉にしてすごい、割と出てたじゃないですか。うん、はいはいはい。そういうことなんだなって。絶対冷静です。あんまりあの試合中に、はい、あの熱く、うんうんうん、なるところあんまりないんで、はい、秋葉さん、あ、わざとそういうことはしますけど、うん、いろんな意味でね、っていう意味では、うん、アウェーの水戸とか、はいはい、ホームだ、ホームですね、水戸ホーム、ホームかね、水戸戦とかしたたかにやってくると思いますし、うん、あとは10試合中6試合がねホームっていうところで、そうですね、やっぱり10試合10試合中3試合何4試合アウェーです、4試合アウェー、うん、なのでまあアウェーの試合をどういうタフに戦うかっていうのもポイントですかね、うん、そしてです、あのコメント来てまして、い、以前あの豊山関が、はい、あのホームビッグスワンであのトークショーされてたと思うんですけど、はい、クワちゃんさんから野沢さんは豊山関にどんな解説してたんですかっていうコメントが何回か来てる。ビップルームで見てたんですよ、その、はい、豊山関が見ててくださってて、うん、その後ろでっていうか、ずっとそこで2人でお話ししてたんですけど、まあ、ずっとっていうか、うん、まあちょっとですけど、うん、いや子供の頃からずっと見てましたって言われました。すごいアルビーのサポーターさんなんですよね、うん、そんな話をしてました、うん、あ、でも別に解説をこう別に解説してるわけじゃなくて僕昔からもうアルビー見てたんですよつって野沢さんを応援してましたっていう感じで言ってくれました。ぜひ番組とかにもね遊びに来てほしいですよね、あれ来てほしいです、はい、ぜひお呼びしたいなと思いますが、ですね、うんうんうん、来週の試合の話しません？しましょう、うん、ちょっと待ってくださいね、すごいいっぱい来る。ダイナマイト四国さん、ありがとうございます。四国懐かしいな。県外サポさんですが、うん、9月に数年ぶりにビッグスワン行きます、野沢さん出没ポイント教えてくださいでした。数年ぶりにウェルカムバック。野沢さん基本的にはでも試合によるんですよね。Eゲート広場に結構いることはいますけど、こうタイミングによってこう中に入って、はいはい、まあ、中サッカー教室やったり、うん、いろんなことやったりするんで。そうですよね、野沢さんあのたまに報道の入り口とかにいるとお会いできるから、うん、本当いろんなところに出没されている。いろんなところにいるんですよ。ということで歩き回るのが正解ですかね。どうなんだろう。イーゲート前広場ですね。イーゲート前広場でぜひお待ちしていますということです。はい。はい。で、ちょっと次節の話しましょうか。お願いします。いろいろ。ありますが、あ、キャンドラ N ジントさんがまたスパチャだけくださいました、ありがとうございます。次節は盛岡戦アウェー、張り込んで張り込みます、張り込んで、は
はい、次節は岩手グルージャ盛岡との対戦となりますが、まあ相手は本当ね、その降格圏内ということで、どこ行くの？私のカバンの中に忘れちゃったもん、選手名鑑。選手生命じゃなくて、生命。選手生命終わりだな。アナウンス生命終わりだな、そんなことしてるようじゃ。さっきでも岩手の試合見てると結構怖い怖い感じはしましたけど、野田さん、岩手に対してはどういうアルビの攻撃が効くと思われますでしょうか。あ、いやもう本当に立ち上がりとか、こう要所要所、やっぱ時間帯でしっかりしたプレーをして、まあいい形で入る、いい形で終わるっていうところをしっかりふわっとしないで入れば大丈夫だと思います、はい、となるとやっぱりこう守備もがっちり守りながら攻めるっていう、こうこの前のスタイルがまさに生きてくる感じですか。そうですね、うん、攻めもしながら守るですね、うちはどっちかというと攻めもしながら守るということで、なんかこう予想スコア、予想スコア、活躍する選手は 3-0 で、はい、3-0 で、はい、どの選手が活躍されると。谷口トーマス・デン。おお、思い切りましたね。ちょっとコーナーキックでズドンってほしいよね、一発。あ、そうですね、この前もちょっとターゲットになるシーンありましたし、うん、谷口選手はまた古巣との対決ということでですね、はい、ということで、おっとっと、おお、すごい、皆さんまた行かれるんですかね、アウェー戦ということですけれども、どうなんだろうか。そしてです、アウェーのサポ、あ、本当だ、すごい、コメントが今日たくさん来ていてなかなか追いついておらずすみません。ちょっと NST 祭りの質問もいくつかいただいているので答えます土曜日はいろいろ NST 祭りで私は出させていただきます。日曜日はあのサッカーのホーム戦に行きますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ということで、ちょっとここでお知らせがあるんですけど、いいですか。はい、あの実はですね、あさって NST ニュースタッチ6時9分から放送の県内ニュースで、今校長のアルビを支えている裏側の人にこう記者が密着した企画が放送されます。へー、はい、野田さんご存知でした。知りません。あのエキップメントマネージャーさんの玉川さんに NSC の記者が密着しておりまして、その一体何をしているのか、そしてこうアルビの校長の秘密もそこから分かるかもしれませんので。いいよ、そんなおしゃれ。なんですか、野沢さん、それこそねずっと一緒にやってこられて。もちろん。どんな感じの方ですか。いいよ、そんなこと取り上げなくて。玉はやばいね、私たち本当選手って見がちですけれども、うん、監督だったりそれを支えている裏側の人がたくさんいるっていうことは、うん、やっぱりこう ね、まあ、あとね見なきゃいけない。テレビってあんま見えない、あの要するに選手たちの、うん、選手たちの道具とかが置いてあるような部屋とかも、そこに入ってるんですよね、うん、試合前のスタジアムロッカールームとか、うんうん、まあ、結構面白いと思いますよ、うん、その世界すごい選手の皆さんともこう仲良しというか、うん、すごいコミュニケーション取りながらやってるなっていう印象ありますけど、まあ、選手それぞれあのスパイクのこだわりだったり前半後半変えるとか、吉明だったらスパイク 1試合に6個か7個ぐらい持っていって行くとか、この前の試合もすごい変えてましたもんね。まあ、なんかそういうところを全て、うん、まあ、把握して、うん、選手にいい状態でのこうパフォーマンスが出るように、うん、まあ、
道具の準備だったり、はい、完璧にこなすやつなので、うん、意外に面白いかもしれないですね。まあそういう方もいらっしゃるからこそ選手たちはこう、ね、気合い入れて戦えるっていうところもあると思いますので、皆さんぜひアルビを支えている人たちも見てまた応援していただければと思いますが、どんな感じでしょうか。私は1対0でアルビが勝利です。谷口海人選手です。今回も、はい、期待したいと思います。あのそれこそあの軍団星ってあるじゃないですか、はい、星選手、藤原選手、甲選手、谷口選手、その選手たちからすごい谷口選手にいいパスたくさん入ってたので、それを決めてくれるんじゃないかなと思います。あの軍団ハートでつながってるんでって試合後言ってくれましたので、ヒロ矢沢さん、今日は松橋監督の誕生日おめでとうございます。そうなんだ。私も先月末一つ年を取りました。おめでとうございます。野沢さんと同じ羊年です。仕事に戻ります。お金だけくれて仕事に戻った。親戚のおじさん、おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。ハッピーだけくれてなんかすぐ行ったみたいな。ありがとうございます。おめでとうございます。8月生まれたくさんですね。ちょっと皆さんの勝利を、皆さんの誕生日を勝利で飾れるように、また今週末の試合で勝ってくれたらなと思います。野沢さん、最後に何か皆さんにありますか。中川小栗さんがね、そういえば9月10日琉球戦の缶バッジガチャ、あの人と言うのは、あの人もというのはもしかしてですかっていう、ね、質問があるんですけど、はい、9月10日はクラフティーサンクスデーなんですけど、ほ、まあ、缶バッジガチャこれもやりますけど、はい、あの皆さんのメッセージが LED 看板に流れるっていう企画もするんですよ、はい、でツイッター、自分のツイッターでメッセージをクラフティ、あのハッシュタグクラフティーサンクスデーをつけて、はい、メッセージを出してください。え、ツイッターですか。ツイッターで、わあやりたい。で名前も、まあ、あったら一緒に45文字以内で、まあ、ほんと一言でもいいんですけど、自分のツイッターアカウントでクラフティーサンクスデーをつけて、はい、メッセージを、アルビのメッセージを、これあの放送終わったらここ見てる人たち全員やってください。はい。そしてあの皆さんに拡散してください、ツイッターで。全員やってください。400人近くいますけど。400人ぐらいいたらもうクラフティさん大喜びで、来年も契約してくれるかもしれないからね。わ、そういうとこなので。つぶやきたいとっても。まあ何人かね、はい、選ばなきゃいけないですけど。うんうんうん。すぐやってください。もうやりますやりますってコメント来てますよ。やってください、お願いします。ということで皆さん、また今週末、あ、こやこやさんもスパチャありがとうございま す。なんか今日は今までに見なかった方々も来てくださっていてありがたいですね。ちょっとここからまた10戦、今シーズン10試合となりますけれども、はい、また応援する側も気持ちを引き締めて応援していきたいと思いますので、皆さんまた次週お会いしましょう、はい、それではさよなら。さよなら。岩手行ってらっしゃい。いってらっしゃい。気をつけて、遠いから行く人は。はい。はい。